最低限とは言わせない。2023年 WBC の日本代表に阪神の野手で唯一選出された中野拓夢。WBC 優勝を経験した中野は164安打を放ち、セリーグ最多安打のタイトルを獲得しました。さらにリーグ最多の21犠打を決め、ゴールデングラブ賞も獲得した中野は2番打者として38年ぶりの日本一に大きく貢献。リーグを代表する選手の一人に成長しています。しかし、そんな中野のバッティングをソフトバンク監督の小久保裕紀が最低限だと言い放ちました。小久保の指摘。2023年シーズン終了後、前監督藤本博史が2年連続で優勝を逃した責任を取り辞任します。後任の監督には2軍監督だった小久保の昇格が決まりました。現役時代にホームラン王を獲得するなど強打者だった小久保はチーム力アップのため若手バッターを徹底的に鍛えます。その一環としてソフトバンクはコーチの長谷川優也が自ら希望して R&D 担当に就任しました。R&D とはリサーチ&デベロップメントの略でバッティングフォームの問題点を洗い出し、それを改善することで選手のレベルアップにつなげるという考えです。また、選手が不調になった時のために、好調時のフォームと見比べて修正することにも役立つでしょう。2013年に2024年現在もチーム記録として残るシーズン198安打を放ち、首位打者を獲得した長谷川。研究熱心で打撃職人と言われた長谷川は、バッティングを絵を再生するようなものと表現しました。長谷川の脳内には理想とするバッティングの画像があり、あとはそれを再現すればいいということのようです。長谷川がイメージすることを R&D で具現化し広く伝えられると考えた長谷川は、自ら担当に立候補したのでしょう。ソフトバンクでは早速秋季キャンプから各選手のデータを収集し、個々の選手の問題点の洗い出しに取り掛かりました。その中で小久保が注目した数値が打球速度です。打球速度が上がればヒットになる確率は当然高くなるでしょう。そしてどの程度の打球速度であればヒットになるのかというデータを小久保やソフトバンクのスタッフは調査したようです。MLB のデータを参考にした結果、打球速度が160キロを超えるとヒットになる確率が高くなることが分かりました。次にソフトバンクは NPB 他球団の選手の打球速度を調べたようです。トップはヤクルトの村上宗隆で打球速度は185キロでした。村上の数値を日本代表レベルとし、オリックス紅林弘太郎の打球速度179キロを長距離打者クラスと定義します。そして中野の打球速度161キロを一軍で活躍できるボーダーラインと設定しました。小久保は、中野くんには名前を出して申し訳ないんですけど、と前置きし、打球速度161キロが最低レベルで、これ以下の選手は一軍では無理、と解説します。続けて、R&D で毎日数値を測っているので、最低この数値はクリアしましょうということ。生宮笹川義康には185キロを目指してスイングスピードを上げてほしいと話しました。小久保には中野を侮辱するつもりは一切なく、たまたま一軍で活躍するボーダーラインの数値を持っていた中野の名前を挙げただけのようです。しかし阪神ファンを中心に中野を馬鹿にしたと捉えるファンが続出し、小久保に非難が集まりました。小久保の言う通り、打球速度と成績に因果関係はあるのでしょうか。打球速度。MLB で重要視されたことで、NPB でも注目され始めた打球速度。MLB のデータを見ると、打球速度と成績は関係があるようです。2023年シーズン、MLB トップの打球速度をマークしたのは、ブレイブスのロナルド・アクーニャ・ジュニアで、打球速度は 195.1キロでした。アクーニャ・ジュニアは2023年シーズン、打率3割3分7厘、41本塁打、106打点と素晴らしい数字を残し、ナ・リーグ MVP を獲得しています。
2位は MLB 通算402本塁打を記録しているヤンキースのジャンカルド・スタントンで、打球速度は 192.3キロ でした。日本人初の MLB ホームラン王に輝き、2度目のア・リーグ MVP を獲得した大谷翔平は 190.9キロ で4位にランクインしています。上位選手の顔ぶれを見ると、打球速度と成績には大いに関係があると言えるでしょう。大谷以外の日本人選手では、カブスの鈴木誠也が打球速度 188.4キロ で35位、レッドソックスの吉田正尚は打球速度 180.7キロ で116位となっています。MLB2 年目の2023年に日本人右打者として初の20本塁打を記録した鈴木の活躍も、移籍初年度はやや苦しんだ吉田の苦闘も打球速度に裏付けられていました。日本ではトップクラスの選手だったものの、MLB では苦戦した選手も打球速度のデータに現れています。横浜から MLB に移籍した筒香嘉智の打球速度は最高で 178.8キロ。さらに西武から移籍した秋山翔吾の打球速度は 173.8キロ で、 MLB のトップクラスとは大きな差がありました。近い将来 MLB に挑戦する予定の村上ですが、現状では鈴木と同じ数値であり、大谷らとホームラン王を争うのは厳しそうです。2023年11月に行われたアジアチャンピオンシップ1次リーグ韓国戦で、日本ハム万波中正が打球速度173キロのホームランを放ったと話題になりました。しかし、打球速度だけを見れば、筒香、秋山らと同等で、MLB を目指すには、まだまだレベルアップが必要なようです。NPB トップの打球速度を誇る村上を目標として、小久保は柳田悠岐2世と期待される笹川や柳町達郎らにレベルアップを要求しました。小久保の発言を受け、ソフトバンクの渡辺陸はパワーをつけるため、体重を一気に 7、8キロ増やしたようです。しかし、急激な体重増加は怪我のリスクもつきまとう上に、そもそも打球速度に固執しすぎでは、という指摘もファンから上がりました。いくら打球速度を上げてもボールに当たらなければ意味がありません。小久保は打率に関して、2軍で3割打って満足しているようではダメ。2軍で3割3分くらい残せて初めて1軍で2割8分打てると持論を語っています。そして小久保に刺激されたのはソフトバンクの選手だけではありません。小久保の発言を意識してかはわかりませんが、中野も打球速度を上げるための練習に取り組んでいます。中野の成長。2024年1月、中野は社会人時代を過ごした愛知県岡崎市で行っている自主トレーニングを公開しました。そこで中野は2024年の目標を首位打者に掲げます。2023年の中野は最多安打のタイトルを獲得しましたが、打率は2割8分5厘と3割に届いていません。中野は2023年を振り返り、3割を打つ難しさを感じましたと語ります。その上で、3割をクリアして3割3分以上で首位打者を取りたいと目標を語りました。2023年は横浜の宮崎敏郎が3割2分6厘で首位打者を獲得しています。中野は宮崎の数字を念頭に置き、その数字を上回れるよう高い目標を掲げて自分自身にプレッシャーをかけて達成したいと話しました。続けて、個人としては首位打者を目指して貢献し、チーム一丸となって連覇できるようにと中野は語ります。阪神打線で主に2番を務める中野は、やっぱり犠牲にならないといけない部分もあるので、難しいところはあるかなと感じていますと正直に話しました。打率向上の方法として、中野はまずフォアボールの数を増やすと語ります。阪神監督岡田彰布のフォアボールはヒットと同じという方針を受け、2022年の18個から2023年は57個と3倍以上増やしました。しかし、中野は激増したフォアボールについて、まだまだ伸ばせる数字と断言。さらに打球速度について、もう少し上げたい、
上がれば取られていた打球がヒットになることも多くなると話しました。そしてバッティングだけでなく、中野は盗塁数増加にも意欲を見せます。2021年ルーキーながら30盗塁を決め、中野は盗塁王に輝きました。2022年は23個、2023年は20個と減少している盗塁数に関して、中野は数がだんだん減ってきているのでキャリアハイを超える数字を出したいと意気込みます。中野は課題として、2023年は夏場に体重が落ちて下半身が弱くなって打撃に影響してしまったと語りました。反省を生かし、ウェイトトレーニングを取り入れながら夏場にバテないような体を作っていくと決意を明かしています。そして2024年にさらなる高みを目指すのは中野だけではありません。中野の前を打つ近本浩二は、2024年に向けもうちょっとエゴを出していってもいいのかなと語ります。近本も岡田の方針に従い、フォアボールが2022年の41個から2023年は67個に増加しました。しかし近本は自身を、打てると思ったボールならば狙い球ではなくても打ちに行く積極的なバッターだと認識しているようです。近本が語るエゴとは、フォアボールに縛られることなくガンガンと打ちに行くという決意表明かもしれません。近本は、塁に出るならヒットでもフォアボールでも、なんならホームランでもいい、選択肢は多いほどいいと語ります。対してソフトバンクは、各選手に打球速度を上げることを求め、打ち勝つ野球を目指しているのでしょう。2024年もソフトバンクの選手強化策が勝つか、それとも思わぬとばっちりを受けた中野が首位打者に近づくか、両者に注目するのも面白いでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントを押していただけると、明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。